はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。2018年末、2019年始の予定、何かやつ。というわけで、やってまいりました。まあ、ちょっとしたラジオ動画というか雑談動画のようなやつでございますね。いつもの通り。てか、その結構久しぶりな気がしますね、このテイスト。うん。とりあえず、やっぱちょっとね、あれなんですよ。年末は、忙しいです。単純に忙しいです、年末は。なので、あんまりいろいろできないです。とりあえず、あれですね。戦友対戦ですね。まあ、俺、三国志大戦っていう、あのアーケードカードゲームなんですけども、ですね、一応毎月ね、開催、一回はね、何かしら開催したいっていう体なんですけど、ちょっと申し訳ないですけど、12月、まあ、固く書くと2018年12月は、開催できないです。できません。残念ながら。まあ、実際前回のね、まだ戦友対戦の動画も全部出せてないですし、ちょっとね、いろいろとアクションを取らなきゃいけないことが多分多いというか、あと何よりね、仕事柄、年末がよう、ちょっとね、忙しい。てか、だいぶあれなんで、疲れもたまるって、結構えぐいことになるって言いますので、ちょっとね、余力がないというわけでね、ちょっとこれは申し訳ないんですけども、またね、来年度、まあね、1月からですかね、はい、やっていきますんでね、よければね、またご参加いただければなと思います。まあちょっとね、まあ内容はまだ考えてないんですけど、まあもしね、リクエストとかがあれば、ぜひぜひといったところですね、はい。こんなのやってほしいとかあればぜひぜひ、まあなんだかんだしばらくリハビリって頭につきそうな気がするんですけど、私がリハビリ中なんでね、受付中ですと。はい、こんな感じ。次、これはね、予定なんかな。これ私なんて書いたっけ、タイトル予定か、予定か。まあなんかね、ある意味ちょっとしたまあ、総括っていうか、まとめね、また今年のまとめ的な気持ちもちょっとあって、あれなんですけど、まあ、予定と書いたならばか、予定か、予定は未定だからな。おいおい、みたいな。まあ、でも、とりあえずぶっちゃけで今回これを伝えたかったっていうのもあるんですけどね。で、まあなんかね、結構いろいろとできてないことがいっぱいあるんですよね。もうね、T シャツとかね、オリジナル T シャツね、この話とかはどこ行ったって話ですよね。正直、まだ全然途中です。多分、ちょっと年内には、まあ、別に期限を設けられてるわけじゃなくてね、一応これ案件だったんですけどね。まあ、言うてですけどね、そういう、なんか、急ぎの案件とかじゃなくて、まあ、よかったらどうですかみたいな、提案みたいなものだったんでね。無理です。まあ、来年には、必ずというわけですね。はい。はい、次行きます。結構ね、やり残してることがいっぱいある気がするんだよな。で、これちょっとね、予定ではないんですけど、パニック障害、どうよと。実際、働き始めの頃はめちゃめちゃしんどかったですね。てか、ちょっと引きこもり期間が結構長かったから、まあ、1年は経ってなかったかな。あ、でも約1年か。そうですね。前の仕事がまあ一応実質退職したのは11月ぐらいなんだけど、もう8月ぐらいにはほぼほとんど行けてなかったですからね。で、まあ6月、まあ去年の6月ぐらいに体調崩したんだよね。まあパニック障害とはまた別だったんですけどね。なんか慢性疲労症候群的なやつで体調崩したんですけど、まあでもね、だから最初でそれでもうね、引きこもってからね、人と接する機会もね、本当に自宅で在宅ワークやってた間はほとんど出かけなかったですからね。まあカードショップとかも全然行かなくなっちゃったぐらいだからね。ゲーセンにもお金なくてゲーセンも行かなくなっちゃったし、外全然行かないみたいな。引きこもると、一回引きこもるとやばいね。この復帰にちょっとね、結構
かかりましたが、ですね、今はね、だいぶ良くなりました。うん、本当に。だからね、最初でも本当に辛かったけどね、マジで。正直、面接の時にぶっ倒れそうになったしね、発作出そうになって。何度行くのやめようかと思ったもんね。で、仕事も仕事で、やっぱり朝礼とかもあって、朝礼の相手とかしんどかったし、何よりあれだよね、仕事始めた時に研修があったんだけど、もう授業みたいな研修ね、もうね、身動きできない状況になると本当に発作量出るんで、もう授業的なやつがね、研修の間も相当しんどかった。正直何度よ、もうやっぱ外で働くのやめようとか思ったもん。もう一回また在宅ワークなんか見つけて引きこもろうかなとか思ったんですけど、まあ良くなりましたね、だいぶ。で、仕事始まってからもね、その研修もそうだったんですけど、いざ仕事始まったで、階段ね、階段の上り下り、もう仕事職場のね、職場のその休憩室っていうか、とかがね、まあ3階とかにあって、その3階まで登ったりとか、まあ、エレベーターは私好きじゃないし、エレベーターはエレベーターで発作起きそうだから嫌じゃんってのがあって、で結構ね、その階段とか登ってる時にもう発作が出そうになったりとかしてね、もう、だいぶあれでしたけど、今はね、平然とスイスイとね、こなせるようになりましたね。だから本当に、最初のそこのすっげーしんどいけど、めっちゃ辛いけど、そこを乗り切れれば、なんとかね、やっとね、割と普通の、戻ってきましたね。まあ、薬に頼らなくなってからっていうのもあるんですけどね。まあ、本当はね、薬で抑えた方が、抑えながら徐々にっていうのがいいと思うんですけど、まあ。ね、なんとか乗り切れましたね。まあ、正直ね、もうメンタル的なところも多少というか結構影響はするんですけど、基本脳の障害なんで、これ。無茶してもあかんよっていう。やばかったら本当やっぱ薬に頼らなきゃいけないところもあると思うんだよね。実際私も最初の本当にどうしようもないときは薬のおかげでなんとかなったんで、ただまあね、離脱症状とかいろいろね、結構ね、副作用というかデメリットもあるんでね、危ないんですけど、まあでもね、まあなんとか良くなりました。一応ね、社会復帰、無事完了といったところですかね。一応言えますかね。まあまだわかんないですけどね。まあ時期もあるよ、やっぱ4月とか5月とか、4月5月とか、12月、11月とかだったっけ。まあだからね、その辺も結構辛い時期もやっぱあるんでね、なんか発作が起きやすい時期とかもまだ油断はできない。で、その話を置いといて、で、来年の話だ。来年はとりあえず、PC 買います。とりあえず買います。まあ多分そんなにガチなやつじゃない。まあそんなね、うん百万とかするやつとか絶対買わないんですけど、10万でも買わない。多分10万以内になんとか収めて、まあ、パーツ取りっていうかね、後で、乗せ替えたいとか乗せ替えりゃいいかなと思ってるんで、なんなら分割だったらもっと早めに買えるかも。必ずね、これは必ず買います。ただ、私の環境的に結局実家というかね、家族と一緒に住んでる状況になっているので、あんまりね、配信とか、まあ動画は編集はね、しやすくなるからね。で、編集ソフトとかもね、抑えて、でもうちょっとね、いろいろとね、動画作りにも専念したいんですけどね。基本今のところもうほんとただの日記ですからね。もうただのビデオブログを私は出してるだけなんで。まあ、ビデオブログ出すのはもちろん私的には好きなんというか、まあほんとね、日常を切り取るだけでも結構好きなんですけど、できればね、もうちょっと凝った編集もしたいなとか思ってるんでね。まあその辺は徐々にというわけで。あとはね、ほんと、だから配信とか考えるんだったらね、防音とかね、動画撮るのも結構ね、家族がいない時間とか結構、ほんと、深夜、だから深夜朝方がメインだったりするんですよね、結局。それをなんとかしたいよね。かといって、今更というか、一人暮らしするにはちょっとね、いろいろと私的には結構あれなんですよね。したい気持ちもあるんですけどね、人生において一人暮らししてみたいなって気持ちもあったんですけど、わかんないですね。できるかちょっとわかんないです。まあいろいろとね、家庭の事情があったりとかいろいろあるんで、まあその辺は徐々にかな。
で、あとが、まあ、来年っていうか、まあ、来年の結構ざっくりになっちゃったけどね。年始ではないな、これもうな。まあまあいいでしょう。タイトルは見切り発車でしたね。年末と年始っていうか、まあ大体、年始にはないですけどね、これね。来年中、な。で、あと、まあ、あれですかね。これは、触れない方がいいか。触れない方がいいこともあるな。あんまり言いすぎてもね、ダメだなと思うこともあるんで。でも、基本こともかな、滞ってるやつとか、伝えなきゃいけないっていうこと。そうですね。なんだ、これか。じゃあ、とりあえずちょっとね、中途半端ですが、ちょっとこの辺で終わります。なんか思い出したらまた、撮りますね。というわけで、あとなんかリクエストとかあれば、ぜひぜひ。お疲れ様でした。バイバイです。